いらっしゃい、いらっしゃい。ようこそ。君があの名高き旅人か。それに最高の仲間、パイモン閣下。うわぁ、なんでオイラたちの名前を知ってるんだ。島の貧客のことくらい知ってるに決まっているさ。なぜなら私は。お前は。私こそ、名高きボヤ劇団の団長さ。名高きって言われても聞いたことないぞ。かまわんかまわん、今知ってくれたんだからな。念入りな準備を終え、ついに私たちの舞台劇、剣を持つ王女が初演を迎えた。劇は5幕で構成され、それぞれ前半と後半に分かれている。いいところに来てくれたな。どうぞかけてくれ。序幕がじきに始まるぞ。さて、舞台裏にてまだやることが残っているので、私はこれで失礼するよ。ボヤ劇団が全力をかけて演じる舞台劇、いざ開幕。とくとご覧あれ。人の夢は黄金に値する。そう聞いた悪竜が夢を食い尽くすため王国にやってきた。夕下は青物か肉か、ちょうど王と姫は言い争っていた。両方とも召し上がればいいのにと、姫の最も忠実な侍従は考える。しかし所詮無名の者、誰も彼の考えなど気にしない。悪竜が来たのはそんな時だった。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。黄金の夢、一体どんな味がするんじゃ。おっと、王宮の地面はデコボコじゃ。危うく着地に失敗するところじゃった。おお、いよいぞ、たまらん。小さき人に大きな夢、満腹の予感じゃ。悪竜、何故この地へ。悪竜、礼儀がなっとらんな。わしのように先見の命を持つ竜は善竜と呼ぶべし。同族は財宝に目がないが、それよりも価値あるものを見つけた。すなわち人の夢じゃ。空腹だろうとなかろうと、人は心に夢を作り続ける。実に不思議じゃ。夢は黄金よりも価値あるものだと人は言う。黄金よりも価値あるものがわしを満腹にできるかどうか、一日かけて見極めよう。空腹のせいで目つきが悪くなる。はよ食わせい、小さき王。何時と家族の命が惜しくば、帝国通りに犠牲を捧げよう。
強制のごときその目は腰抜けと勇姿も見分けられぬ飾り玉か。気高さと夢は世が一生をかけて追求するもの。これしきの脅威のためには捨てぬ。され悪竜よ、渡すものなど微塵もないわ。なかなかの勇気じゃが、よく考えてから発言した方が良いぞ。犠牲と滅亡を天秤にかけてまた決断を下すがよい。わしは郊外で眠るとしよう。日没までに良き魚を捧げよ。なければ直々に行く。ただしその時、正殿は石窯となり、王宮は食堂となる。これが必要だったのですか？悪竜は王宮を去った。郊外で一休みしながら王の晩餐を待つのだ。威厳ある王は屈することなく舞台を作り悪竜を倒そうとしていた。王国を守るため夢食いの悪竜を私が打ち砕きます。娘よ、己の身分をわきまえなさい。姫なのだぞ。わがままは通らぬ。戦場は主の居場所ではない。王宮の寝室にいいよ。陛下の教えなのに、気高さと夢を諦めぬことを忘れたのですか？私は姫であり戦士でもある。王国の民と苦楽を分かち合わねば。悪竜が迫る中、高みの見物をしていられませぬ。戦士である前に姫であろう。娘を危険な目に遭わせる父親はどこにもおらぬ。それにほんの数年前まで主はまだ陛下ご安心を。必ず姫様を守り抜いてみせます。功績も名声もない主の弦にどうして安心できようか。仕方ない。王国の名高き勇者たちを姫に同行させるとしよう。王国の名高き勇者は三名とも腕利きで武勇に優れていた。彼らは城外で順番に天上の時を待っていた。異形の作り手武勇に名高き英傑勇者項、数ある功績と冒険談は万人に歌われている。ろう者を除けば王国に彼の名を知らぬ者はいない。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。策略で勝てるなら正攻法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。友よ、俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。ろう者を除けば王国に彼の名を知らぬ者はいない。友よ、俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。策略で勝てるなら正攻法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。友よ、俺の功績を知らない？じゃあ耳を澄ましてよく聞けよ。優柔不断で慎重すぎる策士勇者オツ。しかし彼は
幾度も危難を乗り越えてきた。及び腰との批判もあれば、思慮深いとの称賛もある。策略で勝てるなら成功法など無駄。両刑は一朝一夕にはなせない。恐れているだと？私だって百戦錬磨の勇者なんだぞ。経験豊富な竜殺しの総称勇者兵。竜殺しなんか野菜を切るより簡単だよなって俺だけ？彼は過去の戦利品を並べながらその伝説を詳しく語る。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。見ろ、この貴重なマントには長い物語がある。勇者たちは皆闘志満々の様子である。凝った肩書きね。一体どんなこだわりなのかしら。最近は本の中の肩書きで名を彩るのが流行りのようです。へえ、知らなかったわ。私の見識不足ね。よく来たな、勇者たちよ。困難と危険に満ちた旅になるが、武運を祈る。過去の勝利に誓って今日も必ず成功を姫様に捧げよう。俺がいれば心配いらない。悪竜ごとき朝飯前だ。悪竜など恐るるに足らず。策を立てれば悪竜は長いを恐れてすぐ立ち去るでしょう。どっちも一理あるけど、お手並み拝見のチャンスはないかもな。俺が無数の竜を殺してきたのは有名だろ。悪竜も恐れてとっくに逃げたんじゃないか。こうして姫は忠実な侍従を連れて三人の武勇名高き勇者と共にすぐさま悪竜討伐に赴いた。国政で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。旅人にパイモン閣下、いかがでしたか。ぜひご感想を。それは何より。とにかくまだ4本の舞台劇が島で上演される予定だ。皆の力を結集して作り上げた舞台をとくとご覧あれ。終幕前の3幕、好きな方を選んでみてくれたまえ。3幕を見終わった後に終幕の大決戦が開演する。こうご期待。まだ4幕あるらしいぜ。島で舞台を見かけたら見に行くか。さて行くとしましょう。飛び去った悪竜は城門近くで休むことにした。昼間なのに守衛がおらん。死を恐れたんじゃろうか。悪竜が堂々とここで休んでいるとすぐに姫様一行が追いついてきた。最初に悪竜を見つけたのは最前列で道を切り開く忠実な騎士だ。
士の弦は最もね。無謀な戦いをしてはいけない。なんて傲慢な悪竜だ。姫様に近づけないと私は陛下に約束した。旅立ちの時自信満々だった策士ならいい手があるかもしれない。何せどんな困難や危機も無事に乗り越えてきたらしい。無謀なものは無謀ゆえに損失を受けた。お考えの深い策士こそ知恵を持つはずだ。万全な策がないまま悪竜に挑むべきじゃない。忠実な侍従は気を抜かず見た情報を他の者に囁いた。悪竜が休んでいるうちにじっくり策を練りましょう。すると姫は悪竜を起こさないようそっと近づいた。無謀な戦いをしてはいけない。あなたが悪竜に気づいたおかげで主導権を握れるわ。もったいないお言葉です。責務を全うしただけですから。いいえ、賞罰を公平に与えるのは当然のこと。名誉を謙遜する必要はないわ。策士がついてきませんね。よろよろと歩いて何か困りごとかしら。悪竜の災いを鎮めるいい案があるそうです。良策が多すぎて迷っているのやも。しかし何を言っても慎重な策士は無言のままで冴えない表情をしていた。勇者様、悪竜はすぐそこ。どうか妙策をご教示ください。妙策？予想した状況とかけ離れていて策の修正に時間がかかりそうだ。かまやせん。夕方まで策を練るには十分な時間じゃろう。悪竜が喋った？たぬき寝入りで私たちが引っかかるのを待っていたのね。勇者オツはすっかり怯えて慈悲を請うように地面に突っ伏した。そしてごめんなさいとつぶやくと躊躇なく城門へと逃げていった。これが必要だったのですか？姫と忠実な侍従は慌てて後を追い、残された悪竜は失笑してしまった。国王と来たら散々抵抗しよると思ったが、なんとも愉快で腹いっぱいじゃ。忠実な侍従に逃げた策士を探させ、姫は悪竜の監視に戻った。まさか策士は口だけで役立つ策なんて出せないの？
ならどうやって国の平和を守れば。まさか策士は口だけで役立つ策なんて出せないの。ならどうやって国の平和を守れば。奇襲で討伐できたはずが、今はあちらが英気を養って待ち伏せている。策士が逃げたせいで私の侍従も後を追っているわ。守衛のいない城の門は開け放たれて無防備の姿を晒している。遅れてきた老練な守衛は酔っていたが、足取りはしっかりしていた。主治肉林に女、平和な時代は実に良かった。裕福な家の偉い奴らは俺たち小物の苦労なんだ知る由もない。何が悪霊で作詞だ、でたらめに過ぎんさ。目も耳も衰えて手は震えるし腰も痛い。絶対に俺の出る幕じゃないよな。若い守衛が小さな教えを受けたが、王国を守りたい気持ちは変わらなかった。よっ。策士が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。姫様のためにあの悪竜を許さない。姫様のためにあの悪竜を許さない。策士は尻尾を巻いて逃げ出すし、酔っ払いの先輩も信用できない。僕しかいない。前線に立って危機に瀕した王国を救い救い。腹が、まさか、ダメだ、我慢できない。あ、逃げた。変なものを食うなと散々言ったのに、やっぱりお腹を壊して。劇はまだ終わっていないのに、誰か代役を探さないと。え、守衛が逃げたぞ。劇がまだ終わってないけど、代役を探すなんて。おいらたちも探してみようぜ。そこに守衛がいるぞ。彼に聞いてみようぜ。あの、逃げ出した劇団の役者を見てないか。ああ、見たよ。あのバカ、こんなに素晴らしい舞台への出演を不意にするなんて。僕はな、僕だって出演したかったのに。だけどチャンスがなくて。劇団の稽古は見たことあるけど、やっぱり本物の役者じゃないし。けどお前は本物の守衛だぞ。逃げた奴は前線に立ってまで行ったのに、急にいなくなっちゃったんだ。そんな、舞台劇を鑑賞する観客の願いを守るのも守衛の役目だろ。え、でも、これはお前の念願の出演チャンスだろ。みんなが待ってるんだ。迷ってる暇はないぞ。早くこいつを連れて行こうぜ。この流れならこうかな。悪竜よ、僕の挑戦を受け入れろ。良いぞ、その腕、善竜たるわしに見せてみよう。
激戦の幕が切られたところに忠実な侍従がやっと戻ってきた。策士が見つからず、血気盛んな若者が不覚を取っていませんように。あ、一歩遅かった。私は姫様を守らねばならないのに。嘆いても遅い。すでに悪竜は彼に興味を持ってしまっていた。無謀な行動に出た守衛の夢を悪竜はいとも簡単に飲み込んだ。普段から自分の力を見極めていればこんな結果には。腹を満たすほどではないが満足できる前菜じゃ。量は寂しいが味は称賛に値する。食前の楽しみがこれほどあれば晩餐はさらに美味になるじゃろう。悪竜は皆の叫びに耳も貸さず舌鼓を打って城門から飛び去っていく。これが必要だったのですか。ふっち、ふっ、いざ岩山八九。戻れ。ここより弱滅路。これが必要だったのですか。姫様一行は悪竜の追討を誓い郊外にやってきた。忠実な侍従が先頭で文句も言わず総称の荷物を運ぶ。自称百戦錬磨の竜殺しの総称は彼を見下すが、侍従はそれを受け流す。無数の竜を殺めてきた彼に対し私は無名の侍従、二運びくらいしかできません。石の中のこの剣は秘宝中の秘宝、選ばれし英雄にしか操れません。百戦錬磨の竜殺しの総称が剣で悪竜をどう裁くのか実に見ものです。その時村で一休みしようと悪竜が舞い降りてきた。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。どれどれ、黄金の夢はどこじゃろうな。どれどれ、黄金の夢はどこじゃろうな。悪竜よ、俺の肩書きを知るならばさっさと去るがいい。使い古された決まり文句じゃの。笑ってしまうわ。俺は見識があるから大目に見てやる。だが気をつけろ。俺が真の力を見せたとき後悔しても遅いからな。
実力もないくせに大口を叩きおる。真の実力があるならば全流たるわしに見せてみよう。そこへ尊いお方も足跡をたどってやってきた。悪竜を王国から追い出すのは私の役目。尊い姫様よ、悪竜に挑む許可をくれ。幾度も戦い宝を手にしてきた俺にとっちゃお安い御用だ。許します。凶暴ですからどうか気をつけて。谷に潜む毒竜を倒した時の財宝から一番貴重なのを選んできた。このマントがあれば誰にも俺が見えまい。人混みの中から奇襲されようとしてるとは思わねえだろ。強いのかと思いきや無意味な潜伏とは、もしやこれは茶番か。臆病者が逃げようとしておるだけやもしれん。透明マントで隠れた彼を誰が軽眼で見つけられるのか。よくも俺の名声を怪我してくれた。熟練者に恐れるものなし。立ち去るよう促したのに好意を無にするとは、さすが悪竜だ。奥の手を使わせて後悔しても遅いぞ。無駄に頭を絞らずとも、見せるものがあるならばさっさと見せろ。ここじゃ不便だ。向こうでな。悪竜は何も言わず、笑ったのか笑わないのか、ともかく彼に同意した。なかなかの品ですね。悪竜はすぐに総将が指定した場所へ降り立つ。姫様とその忠実な侍従も小走りで後をかけてきた。総将は逡巡する。何か策を練っているらしい。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。悪竜よ、見せてやろう竜殺しのやり方を。表現を超え山を登り秘境に潜り強欲な竜を撃ち、俺は真の英雄にしか握れない唯一の宝剣を手に入れた。察するならばこの場を去れ。さもないと鋭利な宝剣は竜の鱗をも貫くぞ。小賢しい真似を。小人よ、無駄な努力はやめい。わしはかばさんし叫んぞ。剣を抜いて思う存分切ればよい。野獣馬の村人たちは珍しがった。腕が鳴り正体を確かめんとする者もいた。立ち向かう農民、農具に慣れた手は果たして剣の柄を握れるだろうか。体力と気力なら王宮のやつらに必ずしも劣らない。ダメだ、力には自信があったがこいつは無理だ。渾身の力を込めても石の中の剣は微動だにしなかった。姫様と忠実な侍従はそれぞれの理由で挑戦を見送った。
黙って見てきた悪竜もついに我慢の限界に達す。はあ、口争いにはもう飽いた。いつになれば真の腕を見せてくれるんじゃ。先延ばしせずに今すぐ剣を抜くがよい。竜殺しの総称は言いなりになどならない。熟練の竜殺しなんぞどこによる。口だけは確かに他より回るがの、総称などと笑わせおってそこな子供に聞けばよい。何時のことを見抜いておるわ。悪竜の言う通り、小人の小人も鎧の下の本心を見抜くのだろうか。ふっ、歌の中の悪竜だ。思ったより大きい。でも怖くないよ。ピカピカの鎧、なんで震えてるの？そんなに口を開けてるのに何も話さないの？感触は本意ではないが、せっかく届いた歌詞に手をつけん道理はないの。悪竜は大口を開けて竜殺しの総称の夢を飲み込んだ。思った通り、腐り果てた夢は理想的な食べ物とは言えぬ。こやつの夢は腐ったリンゴ、食うても歯が浮くだけじゃ。ああ、総称が負けてしまいました。戦いの話はただの自慢だったのね。饒舌は彼を救わなかった。夢を失った無力な竜殺しの総称だけを残して悪竜は飛び去った。なかなかの品ですね。起立先人天道、ここにある。ふっ、総流水泳と。ふっ、郊外にあるとっておきの湖畔、そよ風と緑の前には心まで爽やかになる。悪竜はここへ降り立ち一休みすることにした。ついてない。悪竜を追いかけなきゃなのに、わけのわからんやつの相手をする暇はないんだ。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。遠くの城は木に止まる小鳥のようじゃな。小人は晩餐を用意してくれたじゃろうか。真昼の地面は暑すぎる。日陰に移った方が良さそうじゃの。美食のためにはるばるやってきたが、用事を言いつけたら腹が減ってしまったわい。もし奴が応じなければ堪忍袋の尾も切れてしまうやもしれんな。
こうして木陰で休んでいると向こうから商人のような男が慌ただしくやってきた。貴様、騒がしい奴のせいで大して商売しないうちに店じまいだ。行商人とはいえ長い道のりを生きてきたんだ。なのにあれがこの国のおもてなしってわけか。あの大声のやつとんでもないぜ。長年商売をやってきてあんな理不尽な買い手は初めて見た。値段が高けりゃ涙ながらにたかられた。値段を安くすりゃ商品の品質が悪いときた。どこかの目利きかと思って値切ってやったが、結局もてあそばれただけじゃないか。物を買う気なんか最初からなくて、買い物って挑戦にただ負けたくなかったんだ。商人が毒づいていると、またご立腹の人がやってきた。ついてない。悪竜を追いかけなきゃなのに、わけのわからんやつの相手をする暇はないんだ。冒険者として悪竜を放っておけない。あいつ、思い出しただけで腹が立つ。やつの肩書きを知らないと言ったら大きな過ちかのようにしつこく言ってきて、その上悪竜を追っても無駄だ、勝ちたいだけか、なんて言って僕を侮辱したんだ。悪竜出てこい。無意味な抵抗はやめろ。この声、やつだ。きっとやつだ。なかなかの品ですね。騒がしい小人じゃ、姿も見んうちに気分を害されるとはの。猛暑にも負けぬ勢いで悪竜を追いかけてきたのは武勇に名高き英傑であった。恐れなどないようで羨ましい。私にも勇気を示せる機会があれば。俺は随分有名みたいだ。悪竜でさえひるんで魂が抜けたらしい。小人のくせに大口を叩きおる。前例も放っておけんの。やっと現れたな、悪竜。探す手間が省けたぜ。意気揚々じゃが、何時の夢はいかなるものか垣間見てやろう。悪竜、なぜ黙る。ああ、さては俺の夢が偉大すぎて飲み込めないんだな。名高き英傑と悪竜が対峙していると心配した姫様一行がようやくたどり着いた。無名の侍従も戦場に目を光らせ、英傑の言葉に闘志をかきたてられていた。恐れなどないようで羨ましい。私にも勇気を示せる機会があれば。おい悪竜、
話すのも怖いのか。この後に及んでおじけづいたか。この夢は大きく見えるが空虚じゃ。心配せずとも悪、善流であるわしは食すかどうか迷っておるだけじゃ。口さがないやつめ、敵に回っただけでよくも俺をけなしてくれたな。尊敬できる相手だと思っていたのに、こんなに陰険な策に出るとは。英傑である俺は決してお前の感知に屈しない。悪竜よ、恥を知れ。彼の熱弁に姫も今まで押し殺してきた心の炎を抑えられなくなった。平和な寝室にはとうに空いた。いつになれば最前線で共に戦えるの。平和な寝室にはとうに空いた。いつになれば最前線で共に戦えるの。反論が面倒だっただけじゃが、善流たるわしは追い詰められんとしている。前菜を食べ過ぎると食欲が減るが、こだわらずとも良いじゃろう。そう言って悪竜は英傑の夢を丸呑みにし、皆を驚愕させた。思った通り、サクサクとして食感だけは最高じゃ。英傑があっさり倒されるなんて、彼は本物でなく、ただ演説に秀でたものだったのね。名声に見合う実力を持っていなかったようです。虚勢を張ればいずれ新参をなめる。悪竜の腹は満たされず、一行はただ彼の飛び去っていく姿を見送った。なかなかの品ですね。賓客よ、お待ちよ。これまで4幕をご覧になったでしょう。楽しんでもらえたかな。終幕の舞台がついに幕を開ける。ああ、ドキドキワクワクが止まらないな。舞台裏でまだ仕事があるので、同行できないことを許してくれたまえ。それじゃ、また終幕の舞台で会おう。西に太陽が沈み、東に幻月が昇ろうとしている。期限が迫る中、私はまだ旅の目的を成し終えていない。名高き勇者たちはついに現状を変えることはできなかった。出発前、私は自ら悪竜を討伐すると誓った。なのに今になってこの誓いが人に笑われないか心配している。姫様が役目に悩んでおられる。忠実な侍従として悩みを分かち合わねば。私は肩書きすらありません。王宮にいられたのは姫様の重用のおかげです。勇者についてはともかく、姫様のお人柄や勤勉さはよく存じ上げています。姫様、どうかご自分を軽蔑しないでください。これを機に勇者たちの過ちを考えましょう。その言葉、一理あるわ。彼らの言動を思い出してみましょう。
中身のない身の程知らず、口ばかりで結果も出せなかったもの、姫は思い出した。俺は英傑を自称していたが、実はただの身の程知らずで、それを見抜かれた。強敵に対峙できる実力などない。だが脆い苔も捨てがたかった。口が悪い。ただ他人に舐められるのを怖がっていただけだ。悪竜の言う通り、英傑の夢は見かけ倒しだったわ。度胸はあったけれど、見合う実力を持たなかった。万全の策があると誓っておきながら、戦いで逃げ出したのは誰か、姫は思い出した。た歴戦の収穫は俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きい奴と戦いたくなかっただけだ。保身のために役目を他人に投げ、逃げることしか考えてなかった。妙策が思いつくと思ったが、どうやったら逃げられるかしか考えられなかった。危機を乗り越えてきた。毎回恥知らずにも仲間を見捨ててきたことを皆知らなかっただけだ。策士の彼に策は一つもなかったわ。危機を前に責任を全うできなかった。慎重さは大切だけど、責務を放棄し危ない橋は他人に渡らせるなんて言葉にできないわ。大口は叩くが、現実を恐れ過去の栄光を披露するばかりであったのは誰か、姫は思い出した。歴戦の収穫は俺が本物だと証明してくれる。実力差の大きい奴と戦いたくなかっただけだ。リスクを避けて利を取るのは本能だろう。もう功績を挙げたし、国に命を捧げる理由なんかない。彼の経歴が本物かどうかはさておき、過去の栄光にすがるのは褒められないわ。彼の精神はとうに腐り、気高さと夢を忘れてしまった。さらに彼はその暴質さえも誇った。ああ、彼らは使命を果たせなかったかもしれないけど、私こそ決心とこの再建のみでどうやって悪竜に立ち向かうというのでしょう。私は姫様のおそばにいた傍観者にすぎませんが、高みの見物を決め込む志だけのお方ではない。仲間を危機にさらす薄情者でもありません。姫様の前向きさと勤勉さ、そして黄金の夢は私にもはっきり見えます。私の尊い姫を、どうかご自分を軽蔑なさらないで、自分を、自分の夢を信じましょう。あなたならきっと悪竜を打ち倒せます。なかなかの品ですね。約束の時間はもうすぐだ。悪竜は待ちきれず我流となり果てていた。今心は勇気に満ちあふれ、誇りを持って再建を振り上げられるわ。昼間に感触をたくさんしたが、生産の代わりにはならぬ。おやつはあくまでもおやつ。味が違おうとも腹をひととき満たせるに過ぎん。それにうまいとも言えんかった。むしろ吐くくらいのもんじゃ。もう大
金の夢しかわしを満たすことはできんじゃろう。侍従は悪竜を観察するためそっと近づいた。敬愛するお方のためなら恐れることなどない。よ、これは王様との約束のためだけじゃない。ただ彼女の夢が叶うことを祈っているから。今の状況では難しいかもしれないが、あれ、悪竜の様子がおかしい。胸を塞いで何かをつぶやいている。どれどれ。食欲に抗うべきじゃった。それに小人を侮りすぎた。胃の中が狂ったようにもたれて、小人に構う余裕などありません。忠実な侍従は大喜びでその情報を姫に伝えた。今心は勇気に満ちあふれ、誇りを持って祭剣を振り上げられるわ。胸元です。固い皮のない唯一の弱点があります。この機を逃さず弱った今こそ撃つべきです。悪竜よ、王国の平和のためあなたに挑戦を挑む。はっ卑怯な小人め。こうして姫様の渾身の一撃は悪竜を撃った。気高さと夢を諦めない限り世界の扉は開いてくれる。忠実な侍従よ、今までついてきてくれてありがとう。あなたは決して無名の人ではないわ。最近の流行に合わせこのような称号がふさわしいでしょう。絶望も砕け散る漆黒の翼、聖なる裁きを下す侍従、無名の者はついに名を手に入れた。このように姫は自らの手で悪竜を退治し、王国の平和を守りきったのであった。めでたし、めでたし。なかなかの仕事。劇が無事に終わった。劇を作り上げた役者たち、そして見てくれた観客の皆さん、ありがとう。もちろん旅人閣下とパイモン閣下にも感謝する。君たちの情熱に満ちた視線、まるで悪竜の灼熱の吐息だった。ああ、剣を持つ王女だ。まあ、それは三勇者だって実は4人いるみたいな感じさ。とにかく重要なのは手に握る剣じゃない、心に握る勇気の剣だ。本題に戻るが、劇も無事終わったことだし、せっかくだから旅人とパイモン閣下に劇団のみんなと一緒に記念写真を撮ってもらいたいんだ。さあ、断らないでくれよ。みんな、準備できたか。3、2、1、よっしゃー。うわー、お前、テンションが高すぎるぞ。こんな写真になっちゃったけど、大丈夫？大丈夫さ。記念用なんだから特別な方がいい。旅人閣下にパイモン閣下、改めて感謝するよ。ああ、夏、素晴らしき夏。楽しい時間はいつもあっという間だ。終わらない演出のような日々であればいいのに。